長ノの国も長崎市への原子爆弾投下は太平洋戦争末期の1945年8月9日午前11時2分にアメリカ軍が長崎に対して原子爆弾ファットマンを投下した出来事でありこの原子爆弾が人類史上において2回目かつ実戦で使用された最後の核兵器である原爆の投下により 当時の長崎市の人口24万人のうち約7万4000人が死亡、建物は約36%が全焼、または全半壊した。長崎県、長崎市を指す、長崎が長崎とカタカナ表記される場合は、長崎市への原子爆弾投下に関する言及である。8月6日の広島原爆投下作戦において、観測機を務めた。 B-29 グレートアーティストを操縦したチャールズ・スウィーニー・少佐はテニアン島へ帰還した夜部隊の司令官であり広島へ原爆を投下した B-29 エノラゲーの機長であったポール・ティベッツ大佐から再び原爆投下作戦が行われるためにその指揮を取ること目標は第一目標が小倉市第二目標が長崎市であることを告げられた その時に指示された戦術は、一機の気象観測機が先行し、目標都市の気象状況を確認し、その後、護衛機なしで三機の B-29 が、目標都市上空に侵入するというものであった。この戦術は、広島市への原爆投下の際と同じものであり、日本軍はこれに気づいて何が何でも阻止するだろうと、スウィーニーは懸念を抱いた。出撃機は、 合計6機であった。スウィーニーの搭乗機は通常はグレートアーティストであったが、この機体には広島原爆投下作戦の際に観測用機材が搭載されていた。これをわざわざ下ろして別の機体に搭載し直すという手間を省くため、ボック対位の搭乗機と交換する形で爆弾投下機はボックスカーとなった。ボックスカーには スウィーニーをはじめとする乗務員10名のほかレーダーモニター要員のジェイク・ビーザー注意、原爆を担当する、フレデリック・アッシュアース海軍中佐、フィリップ・バーンズ注意の3名が登場した。先行していた、エノラ・ゲイからは、コッシュは、朝もやがかかっているがすぐに快晴が期待できる、ラッキン・ドラゴンからは、長崎市は、朝もやがかかっており曇っているが、 運量は10分の2であるとの報告があった。洋島上空を経て、午前7時45分に、薬島上空の合流地点に達し、計測機のグレート、アーティストとは会合できたが、誤って高度12000メートルまで上昇していた、写真撮影機のビッグ、スティンクとは会合できなかった。40分間経過後、スウィーニーはやむなく2機編隊で作戦を続行する、ことにした。 午前9時40分、大分県姫島方面から、小倉市の10日目標上空へ、爆撃工程を開始し、9時44分、10日目標である、小倉陸軍造兵症上空へ到達。しかし爆撃シュカーミット、B 半陸軍隊が、当日の小倉上空を漂っていた霞もしくは、煙のために、目視による、10日目標確認に失敗する。 この時視界を妨げていたのは、前日にアメリカ軍が行った、ヤワタ空襲の残炎ともやだと言われる。また、この時地上では、広島への原爆投下の情報を聞いた、ヤワタ製鉄所の従業員が、8月9日の朝、敵機が北上している方を聞き上司の命令で、円幕装置に点火。少数機編隊で、新型爆弾を警戒して、 コールタールを燃やして煙幕を張ったと証言している空を追い隠すほどの黒煙が上がったことを確認し、地下号へ避難してから約30分後、新型爆弾で長崎が攻撃されたことを知る。煙幕作戦に携わった者たちは戦後長く誰も語ることをせず重い記憶を背負って生きていたと証言した。その後、別ルートで爆撃工程を 少し短縮して繰り返すものの再び失敗。再度3度目となる爆撃工程を行うが、これも失敗。この間およそ45分間が経過した。この事実によって、2015年に消えない黒煙原爆はなぜ長崎への記録映像が RKB 毎日放送によって制作され、JNNK 九州沖縄7局のドキュメンタリー番組、 九州沖縄ドキュメントムーブの第20回にて放送された。この小倉上空での3回もの爆撃工程失敗のため残燃料に余裕がなくなり、その上、ボックスカーは燃料系統に異常が発生したので予備燃料に切り替えた。その間に天候が悪化、日本軍降車砲からの対空攻撃が激しくなり、また、 陸軍芦ア屋ア飛行場から飛行第59戦隊の後、式戦闘機、海軍追機基地から第203航空隊の零式、艦上戦闘機10機が緊急発進してきたことも確認されたので、目標を小倉市から第2目標である、長崎県長崎市に変更し、午前10時30分頃、小倉市上空を離脱した。長崎に向かう途中、 グレートアーティストの居場所について声をかけられた広報誌がインターホンのボタンを押したつもりが誤って無線の送信ボタンを押してしまった。直後、チャック、どこにいるという、未だ、薬島上空で旋回しているホップキンズからの返事が返ってきた。結果的に無線風刺を破ってしまったボックスカーは急旋回してグレートアーティストとニアミス。 危うく空中衝突をするところであった。長崎天候観測機ラギンドラゴンは長崎上空交点。しかし徐々に雲量増加しつつありと報告していたが、それからかなりの時間が経過しておりその間に長崎市上空も厚い雲に覆い隠された。ボックスカーは小倉を離れて約20分後長崎県上空へ侵入午前10時50分頃、 ボックスカーが長崎市上空に接近した際には高度1800メートルから2400メートルの間が80から90%の積雲で覆われていた。補助的にアン・アプックマイナス7イーグルレーダーを用い、北西方向から小順点である長崎市外中心部上空へ接近を試みた。スウィーニーは目視爆撃が不可能な場合は、 太平洋に原爆を投棄せねばならなかったが、兵器担当のアッシュアース海軍中佐が、レーダー爆撃でやるぞ、とスウィーニーに促した。命令違反のレーダー爆撃を行おうとした瞬間、本来の投下予定地点より、北寄りの地点であったが、雲の切れ間から、一瞬だけ眼下に広がる長崎市街が覗いた。B 班は、大声で叫んだ。街が見える。 タリフォー、雲の切れ間に、第二目標発見。スウィーニーは直ちに自動操縦に切り替えて、B 班に操縦を渡した。工業地帯を臨機目標として、午前10時58分、高度9000メートルから、ファットマンを、手動投下した。ファットマンは、放物線を描きながら落下、約4分後の午前11時2分、市街中心部から北へ、 約3トルもそれた松山町171番地の別荘のテニスコート上空5 0 3ルプラスマイナス1 0ルで炸裂した。ボックスカーは爆弾を投下直後、衝撃波を避けるため北東に向けて155度の旋回と急降下を行った。爆弾投下後から爆発までの間には、広報の グレートアーティストから爆発の圧力、気温などを計測する3個のラジオゾンデが、落下山をつけて投下された。これらのラジオゾンデは、原爆の爆発後、長崎市の東側に流れ、正午頃に、都市村上川内、田由井村ほとぎ、河野裏村かさに落下した。ボックスカート、グレートアーティストはしばらく、長崎市上空を旋回し、被害状況を確認し、 テニアン基地に攻撃報告を送信した。長崎を 090158Z に有志会で爆撃した。戦闘機の迎撃も対空砲火もなし。結果は技術的には成功と言えるが他の要素のため次の行動に移る前に会議が必要である。外見上の効果は広島と同じ。10日後の機内の故障により沖縄に向かう必要あり。 燃料は沖縄までしかない。長崎市編、長崎は語り継ぐ、岩波書店1995年91ページ、荒野木島から撮影された長崎原爆のキノコ雲、この時の原爆爆発の様子は16ミリメートルのカラーフィルムに3分50秒の映像として記録された。この映像には、爆発時の火の玉からキノコ雲までが、はっきりと映っている。 長崎のキノコ雲については、爆心地から約 10km 離れた高野義町で、炸裂から約15分後に住民が撮影した写真が残されているほか、遠くの県からも見えたとの証言もある。約 100km 離れた熊本県熊本市でも、ピカッと閃光が走り、空気がブルブルっと震え、遠くにキノコ雲が上がるのが見えたとの証言がある。 また遠く 200km 離れ、九州山地の東側に位置する大分県中津市でも、あの日、長崎方面から立ち上がる、キノコ煙が見え、何事かと不安になり恐ろしかったと当時を語る、証言もある。ボックスカーは、長崎市上空を離脱する際には、残念量約1000リットルであり、計算では、沖縄の手前 120km から 80km までしか、 飛べないと考えられた。スウィーニーは、エンジンの回転数を落とし徐々に降下することで、燃料を節約し、午後2時に、沖縄県の読谷飛行場に緊急着陸した。残燃料はわずか26リットルであったという。着陸後、スウィーニーは同リットル空襲で名を馳せた、アメリカ第8航空軍司令官、ジミー同リットル陸軍中将と会談した。 燃料補給と整備が終了したボックスカートグレートアーティストは17時過ぎに離陸23時6分にテニアン島に帰還した。破壊された浦上天主堂荒野状態の浦上天主堂、付近破壊された寺院と仏像長崎原爆はプルトニウム239を使用する原子爆弾である。このプルトニウム原爆は インプロージョン方式で起爆する。長崎原爆、ファットマンは TNT 火薬換算で22000トン相当の規模に上る。この規模は、広島に投下された、ウラン235の原爆、リトルボーイの1.5倍の威力であった。長崎市は、周りが山で囲まれた特徴ある地形であったため、熱線や爆風が山によって遮断された結果、広島よりも被害は軽減された。 周りが平坦な土地であった場合の被害想定は、広島に落とされた、リトルボーイの威力を超えたとも言われている。長崎県知事が、広島原爆教訓をもとに、9日に避難命令の検討を行おうとしていたが、間に合わなかった。同じく10日目標都市になっていた新潟は、10日に知事が命令を決定し、11日から、集団疎開が始まった。 長崎型の原爆は、自然界には、極微量しか存在しない元素プルトニウム239を使用する。また、爆弾の材料のプルトニウムはその同位体純度から来る問題や、高濃縮ウランとは異なる反応特性を持つため、爆弾の動作原理と構造には全く異なるものが必要になる。そのため、その開発はウランを使用する広島原爆とは違った。 童貞を辿った。1939年8月2日、イギリス移ン党治療パレスチナのヘブライ大学建設資金集めに尽力してきたユダヤ人アインシュタインがフランクリン・ルズベルト大統領に宛てた手紙で大量のウランが核分裂連鎖反応を起こす現象は新型爆弾の製造につながるかもしれない。飛行機で運ぶには重すぎるので船で運んで 公案ごと爆破することになる。アメリカで連鎖反応を研究している物理学者グループからなる諮問機関を作るのがいいと進言。1939年9月1日、第二次世界大戦勃発。1939年10月11日、その手紙がフランクリン・ルズベルト大統領に届けられる。1939年10月21日、アメリカは ウラン諮問委員会を設置。1940年4月10日、イギリスが第1回ウラン爆発軍事応用委員会の会議を開催。1940年4月、理科学研究所の西名義夫が、ウラン爆弾計画を安田武雄陸軍航空技術研究所長に進言。1 9四十年四月、安田武雄中将が部下の鈴木達三郎に、 原子爆弾の製造が可能であるかどうかについて調査を命じた。1940年6月、鈴木達三郎は東京帝国大学の物理学者、賀根良吉の助言を得て、2ヶ月後に原子爆弾の製造が可能であることを趣旨とする報告書を提出。1940年7月6日、すでに利権の西名義夫等が、 イギリスの学術雑誌 Nature に投稿していたフィシャンプロダクツオブウラニウムプロデューストバイファーストニュートロンズと題する2個の中性子が放出される反応や複数の対象核分裂を伴う核分裂連鎖反応を起こした実験成果が掲載されたこの実験では臨界量を超える天然ウランに高速中性子を 照射したが、現在ではそのことによって、プルトニウム239が生成されることや、核爆発が起きることが知られている。1941年4月、大日本帝国陸軍が、利権に、原爆の開発を依頼。二号研究と名付けられた。1941年7月15日、イギリスのモーデ委員会は、ウラン爆弾が、実現可能だとする。 最終報告を承認して解散。1941年10月3日、イギリスのモーディ委員会最終報告書が公式にフランクリン・ルズベルト大統領に届けられる。1941年11月末、後に連合国軍最高司令官総司令部の主要メンバーとなるユダヤ人、ベアテシロタゴードンの母で、 大日本帝国貴族院議員のサロンを主催していたオーギュスティーヌが夫、レオシロタと共にハワイから再訪日。1941年12月8日、太平洋戦争勃発、日本がアメリカ、イギリスと海戦。1942年9月26日、アメリカの軍需生産委員会がマンハッタン計画を最高の戦時優先等級に位置づけた。 1942年10月11日、アメリカはイギリスに、マインハッタン計画への参画を要請。1944年7月9日、朝日新聞に、結晶の新兵器と題して、ウラニウムに中性子を当てれば良いわけだが、宇宙船には中性子が含まれているので、早期爆発の危険がある。そこで中性子を通さない、カドミウムの箱に詰め、いざという時に、 服を取り、連鎖反応を防ぐために別々に作ったウラニウムを一緒にして中性子を当てればよいという記事が掲載された。ウラン原爆の起爆操作と全く同じであった。プルトニウムの歴史は、まずウラン原子核の核分裂の実験の際に、原子番号93、94の元素の存在が予言されたことに始まる。1940年に、 原子番号93のネプツニウムが発見された。ついで1941年2月に原子番号94のプルトニウムがカリフォルニア大学バークレー校のグレンシーボーグにより発見された。この頃の世界情勢は1939年9月にヨーロッパで第二次世界大戦が勃発しており、またその頃に亡命物理学者レオシラードが F.D. ルーズベルト大統領宛に原爆開発の歴史的な新現象を送っていた。プルトニウムが兵器原爆の原材料としての関心を集めるのも時間の問題であった。なお1940年3月にはフリッシュパイエルス覚えが気により原爆の実現可能性が示されており核分裂のエネルギーを利用する軍事研究がすでに始まっていた。 前述の通り、プルトニウムは、自然界に、極微量しか存在しない超ウラン元素である。従いプルトニウム原爆の第一の関門は、いかにして、プルトニウムを生産するかである。プルトニウムは、ウラン238が、中性子を吸収し、二段階の β 崩壊を起こして、プルトニウム239に変換することにより、生成する。この過程を、 効率よく行う課題があった。1941年12月8日の日本軍の真珠湾攻撃により日米間が開戦した。この直後、シカゴ大学のアーサー・コンプトンは夜勤研究所にてプルトニウムの研究を開始する。研究のため、コンプトンはイタリアからの亡命科学者のエンリコ・フェルミ、レオ・シラード、グレン・シー・ボーグなど、 核分裂の研究者をシカゴ大学に呼び集めた。1942年5月、プルトニウム増殖の技術研究の原子炉シカゴパイル1号の開発が開始した。原子炉 CP-1 はシカゴ大学キャンパス内のアメフト場に作られ、その年の12月には、パイルは臨界実験に成功する。1942年8月には、シーボーグは、 軽量化能量のプルトニウムの分離に成功する。しかし CEP-1 はプルトニウムの実生産にはスケールが小さすぎるため、直ちに実生産プラントの計画が始まった。プルトニウム原爆の製造に必要量のプルトニウムを生産するためには巨大設備が必要であることが判明した。なお、 1942年5月には、ジェームズ・コナントより、ウラン原爆と共に、プルトニウム原爆の開発に着手する、要、科学研究開発局局長のバネバー・ブッシュに、進言している。ブッシュらは拒否を要する原爆の開発、製造を国家事業とするように、ルーズベルト大統領に提言し、大統領はこれを承認した。これを受け、 1942年9月に、レズリー・グローブスを、統括指揮官とする秘密国家プロジェクト、マンハッタン工平艦区が開始された。通称マンハッタン計画と呼ばれる原爆の開発、製造プロジェクトである。マンハッタン計画のもと、プルトニウム生産の巨大プラント建設が始まった。1570年、日本初のキリシタン大名とされる、 大村住忠による長崎開港以降、それまで一貫村に過ぎなかった長崎は、ポルトガルや中国との海外貿易の拠点として、飛躍的に発展。長崎港に注ぐ中島川沿いを中心に、町が形成されていった。1641年には、ポルトガル人が追放され、空き物件となっていた出島に、平戸からオランダ商館が移転。 1859年の開国まで西洋との唯一の窓口となる。一方原爆が投下された浦上地区は中島川流域とはコンピラ山で隔てられていた。長崎港に注ぐ浦上川の下流に神殿や塩田が開発されたが、長崎街道の脇道である都議津街道が通る一農村に過ぎなかった。しかし多くのキリシタンが地下組織を作り、 近況下も独自の信仰を守り続けた隠れキリシタンの里であった。明治維新後、これまで裏道に過ぎなかった浦上地区に九州鉄道が敷設され開発が進む。長崎も西洋との唯一の窓口という役割は終えたが、長崎海軍伝習所の流れを組む造船業や上海など大陸と日本を結ぶ船舶航路の拠点として、 発展を続ける。長崎高校に浮かぶ洋島、高島、丹島では石炭が見つかり、鉱山として開発され、多くの労働力も集まった。主力産業であった造船、工業は三菱財閥により支えられており、企業城下町でもあった。信仰の自由を得た、浦上の新虎は、1914年、 約30年の歳月を費やし、東洋一のロマネスク様式の名建築とも評された、浦上天主堂を建立する。1920年に、浦上が長崎市に編入された後も、長崎電気軌道の延伸などもあり、三菱製工所や三菱兵器工場などの工場施設、長崎医科大学や長崎商業学校、新税学院などの文教施設、競馬場、 刑務所などの公的施設が整備、拡充されていった。長崎市の人口数は1940年の調査で252,630で、全国11位、九州では、幕末以降も最多だったが、八幡市、福岡市に追い抜かれた。薬島上空から小倉へ、原爆投下に向かう B29 により、長崎には、朝から、空襲警戒警報が出ており、 一旦は避難した市民も多かったが、午前10時過ぎには解除されたため、大半の労働者、徴用工、女子挺身隊は、軍需工場の作業に戻ったとされている。長崎原爆戦災士によると、広島の新型爆弾の惨状を聞いた長野若松、県知事は8日夜、警察の部下長や所長を感謝に集め、同じ爆弾が長崎に落とされる恐れもあるとして、 明日にでも会議を開いて対策を検討しようと指示を出した。そして9日、避難命令が一番いいと考えた長野知事は会議を招集したものの9日朝は空襲警報が出ており警察幹部は長崎市立山の県防空本部を動けなかったため知事が自ら同本部へ駆けつけ会議を始めた途端に爆弾が投下され 号内の電気が消え真っ暗になったとされている。また同盟通信社長崎市局には、当日午前11時に、県の防空課長から、新型爆弾に対する戦訓を広く発表したいとの、招集があったとされる。また前述の長崎上空での無線傍受により、原爆投下直前の10時58分から、長崎市民は全員退避せよとの臨時ニュースが、佐賀、 熊本、福岡3県の NHK ラジオで流れたことも分かっている。その臨時ニュースは、相対比の叫び声が流れる中、原爆の投下と同時に無変調となった。全身に大火けを負った14歳の少女メディアを再生する、ザゼネラルエフェクツ・オブ・ザ・アトミック・ボム・オン、広島長崎。日本映画社撮影映像を米軍が編集したもの。原爆は、 浦上地区の酸素魚雷の工場の直上で爆発し、付近一帯を壊滅させた。爆心地である浦上地区は、長崎市中心部から3キロメートルと離れていること、コンピラ山など多くの山による遮蔽があり、遮蔽の効かなかった湾岸地域を除いて被害は警備であり、広島市の場合と異なり県や、市の行政機能は全滅を免れている。 浦上地区の被爆の惨状は、広島市と同じく悲惨なものであった。浦上協会では、原爆投下時に国会を行っていたが、司祭の西田三郎、玉谷久吉を、はじめ、数十名の信者は、爆発に伴う熱線あるいは崩れてきた瓦礫の下敷きになり、全員が即死、長崎医科大学でも大勢の入院、通院患者や職員が犠牲となった。 長崎市内には捕虜を収容する施設もあり、連合軍兵士の死傷者も大勢出たと言われている。得意例として、広島で被爆ご親戚を頼って、長崎へ疎開していた人物が再び長崎で被爆、または出張などで、広島を訪れていた人物が被爆し、実家のある長崎で、再び被爆したという事例も確認されている。 逃げる被爆者たち復旧した長崎本線。画面中央は未復旧の長崎電気軌道の線路である。当時、長崎県庁の防空本部は市内諏訪神社下の山腹に設けられた地下号にあり、被爆時たまたまここで空襲対策会議中だったこともあって、県知事以下の防空本部機構は健在であった。しかしながら、 被爆直後現地とは一時通信が途絶し、また火災が急速に拡大する中で、救護活動の立ち上がりは困難を極めた。現地では、薬品や機材が不足する中、生き残った長井隆氏をはじめとする医師や看護婦たちによって、救護活動が開始されたが、原爆は事前に定められていた医療救護体制にも大きな打撃を与えたため、負傷者に対して、 応急処置などを十分に施せるような状態ではなかった。初活警察署や警察警備隊からも救護隊が出動したが、道路の途絶や激しい火災が活動の立ち上がりを阻んだ。こうした混乱の中、国鉄の救援列車が原爆投下から3時間後で、炎がまだ燃え盛る爆心地近くまで接近し、多数の負傷者を乗せて、 沿線の病院などへ搬送した。夕方には、近郊の病院などの救護隊が、夜には、県下の警防団などで組織された、救護隊がそれぞれ救護活動を開始し、県警が、周辺県警などに救援隊派遣を要請した。救援列車は、夜半頃までの間、最初の列車を含めて4本が運転され、負傷者を、伊佐早、大村、河棚、 排気方面の医療施設へ搬送した。東京帝国大学が1945年8月6日の広島と9日の長崎の原爆による被爆者を使って戦後2年以上にわたり日本国憲法施行後もあらゆる人体実験を実施したことを NHK が2010年8月6日放映の NHK スペシャル封印された原爆報告書にて調査報道した。 その報道の内容は次の通り。字幕、昭和20年8月6日、広島。昭和20年8月9日、長崎。ナレーター、広島と長崎に相次いで投下された原子爆弾。その年だけで合わせて20万人を超す人たちが亡くなりました。原爆投下直後、軍部によって始められた調査は、終戦とともに、その規模を一気に拡大します。 国の大号令で全国の大学などから1300人を古水師や科学者たちが集まりました。調査は巨大な国家プロジェクトとなったのです。2年以上かけた調査の結果は181冊。1万ページに及ぶ報告書にまとめられました。大半が放射能によって被爆者の体にどのような症状が出るのか調べた記録です。 日本はその全てを英語に翻訳し、アメリカへと渡していました。字幕、東京大学ナレーター、日本が国の域を集めていった原爆調査。参加した医師は、どのような思いで被爆者と向き合ったのか。山村秀夫さん90歳、鈴木教授が率いる東京帝国大学調査団の一員でした。当時、医学部を卒業して2年目の医師だった山村さん。 調査はすべてアメリカのためであり、被爆者のために言っている意識はなかったと言います。山村さん、もう一切だって、結果は日本で公表することも、もちろんダメだし、お互いに持ち寄って相談するということも、できませんですから。とにかく自分たちで調べたら、全部向こうに出すと。ナレーター、山村さんが命じられたのは、 被爆者を使ったある実験でした。報告書、番号23、山村さんの論文です。被爆者に、アドレナリンという血圧を上昇させるホルモンを注射し、その反応を調べていました。12人のうち6人は、わずかな反応しか示さなかった。山村さんたちは、こうした治療とは関係のない検査を毎日、行っていました。調べられることはすべて行うのが、 調査の方針だったと言います。山村さん、生きてる人は、生前に、どういう変化を起こしているかということを、少しでも何かの手がかりは見つけて、調べるということだけでしたから、それ以外何にもないですね。あんまり他のことも考えれなかったですね。とにかくそれだけやると、NHK インタビュアー、今となってみたらどうお感じになりますかそのことは、山村さん、 今となってみたらね。そうですね。まあもっと他にいい方法があったのかもしれませんけど。だけど、今と全然違いますからね。その時の社会的な状況がね。浦上天主道跡における、慰霊祭長崎の金長崎市では、被爆建物の保存よりも復興を優先的に実施したと言われている。そのため、浦上天主道をはじめとする被爆建物のほとんどが取り壊され、 原爆ドームのような被爆の状況を視覚的に理解できる意向は極めて少ない。遺跡の文化財指定の機運が高まり、長崎原爆遺跡が2013年に国登録記念物、2016年に国史跡に指定された。前述した通り、8月9日当時の原爆投下第一目標は当時の小倉市であった。しかし、 天候不順など様々な要因が偶発的に重なり、小倉市は原爆投下を免れ、第二目標の長崎市に投下された。戦後この事実が明らかにされた北九州市では、当初の予定通り、小倉市へ原爆が投下された場合、目標とされていた旧小倉陸軍造兵賞跡地の勝山公園に記念碑を立てた。 その後長崎市から長崎の鐘が送られ、毎年8月9日に原爆犠牲者慰霊平和記念式典を行っている。上皇明日とは沖縄慰霊の日、広島原爆の日、長崎原爆の日、終戦記念日を忘れてはならない日として挙げ、宮内庁ホームページには忘れてはならない4つの日として掲載されている。ありがとうございます。